バスフィッシングあわプロツルはジャークベイトタッ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 と本日もご視聴ありがとうございます。バス釣りアワーとはハードベイトを投げまくる動画です。これまでハードベイトの楽しんでおります。 SNS もやっております。フォローよろしくお願いします。天候は晴れ、最高気温20度、あったかかったです。最低気温7度、寒かったですよ。天気予報は覚えてるよ。足水温、水温計持ってくるの忘れたかったので、噛んでるわ。魚タン忘れました。本日も朝からベビーアビの 70S、リペイントいただいたルアーを投げている、いたんですけど、不発、最上流から降りながら気分を変えて、プロッツルアージャークベイト、タクトを投げております。グラスロッドでですね、ゆっくりただ巻きをしている状況です。そう、巻きで使うときはグラスロッド向こう合わせ、バスが食う力で針が刺さってくれる。グラスロッドの柔らかさと取り回しのクッション性は低弾性カーボンよりグラスの方が私は好きです、好みです。なので巻き物系は向こうの力で刺さってくれるっていうのもあって、割とグラスロッドを使うことが多いです。でたまにちょっとこうジャークというか、まあグラスロッドダルダルなのでジャークもダルダルな感じなんですけどね、ちょっとスイッチ入れたりみたいな。久々にですね、プロッツルは友人が作ってるルアーなんですけどね、釣れたのでちょっと本当にドキドキしましたね。これはちょっと撮りたいなということで、結構いいサイズが釣れてくれたんですよね。普段この場所で釣ったことあんまないんですよ。タクトハンドメイドのジャークベイトですね。バルサ製のジャークベイトミノーというかハンドメイドのルアーですね。48センチでしたね。結構綺麗な魚ですよね、よく見ると。で上流域から少しずつ下り始めて、あんまり釣れたことがないストレッチですね。さっきからまあ10分20分ぐらい経ったぐらいのところですね。ちょっと、上流から曲がって、なだらかなストレッチになってるところです。正直この場所もあんまり釣れたことがない場所で、まあ見ての通り本当何もないまっすぐな場所なので、
もう天然というかちょっと笑っちゃいましたね、自分でも動画編集しながら。もう見ての通り、はい、ちょっと画面が曇ってるのはそのせいですね。拭き取れなかったっていうところですね。モーニングタイムが終了したのか、まあ、その後は全然当たりがなくてですね、いろんなルアーを取っかえ引っかえあったんですけど、いまいちピンとこず、まあ、お昼ごろ、まあ、小規模リザーバーということで2周目に入って、また同じ場所ですね、同じ場所の、上流域のフラットを、引き続きタクトで、を投げてます。で、朝から昼なので、もう3、4時間ぐらい経過したんでしょうね。もう全然当たりがなかったので、ちょっと今日釣れてるルアーに、ちょっと頼ってみようかなということで、引き続きタクトを投げております。終了ということで、はい、前回恒例というか、よかったよっていうお言葉いただいたので、感想を述べていきたいと思います。はい、カメラセッティング完了ですね。これはもう今から述べるぞという感じですね。どう述べようか考えてますね。はい、めっちゃダサいです。スタート、はい、どうぞ。じゃあここからお聞きください。本日もお疲れ様でした。今日はですね、朝に2匹で、昼に1匹バラシですね。で、計2匹、ルアーはですね、タクトプロッツルアー、大沢くんが作るですね、タクトというバルサミノで2匹と1匹バラシも、タクトで釣りました。今日はですね、上流で2匹釣れて、で、まあ、朝一、まあ、シャローに上がってきてる魚を食いに来てただろうというところで、レンジ的に、水深的には多分3、4メーターぐらいの、どっちかっていうと、沈んでいくっていうよりフラットな地形のところで、2匹釣りました。で、パターンで1匹バラしたところも朝一釣れたところと同じような地形で、食い気のある魚が、まあ、上流域にとどまっていたところにタクトが来て釣れたと、それってか、まあ、バラしたんですけどっていう感じですね。それ以外やっぱりまあちょっとずつ地形も変わって、リザーバーなので、深くなればなるほど、タクトを投げても、まあ、反応がなかったっていうところで。まあ、やっぱり水深がこう深く、まあ、フラットだとこの間で魚は食えるっていうかチャンスがあるけど、こう深くだんだん巻いてきて、深くなればなるほど、巻いてきても魚のレンジが深かったら食いに上がれないというか、見つけにくいっていうところもあって。まあ、フラットで食い気のある魚を取れたっていうところですね。で、それ以外にもベビーアビーノとか、ディープクランクとかディープミノとか、いろいろ昼になってから、まあ、かなり減衰してて、オーバーハングというか身を隠せるところも少ない状況なので、
1段2段レンジ深く魚が潜ったんじゃないかということでディープを攻めましたけど、釣れませんでした。で今日は魚探のディーパーを忘れてきてたので、まあベイトの位置も確認することができず、とりあえずぐるぐる回ってたような状況です。やっぱりまあ、このバルサミノはやっぱりなんていうんですかね、まあ、もともと、まあ、木材というかバルサなんで木材でできてるっていうのもあって、まあ、自然との相性がいいというか、やっぱりバルサクランクとか未だに あるっていうか作られてる。でトッププロとかもシークレットルアーでバルサクランク使ってたりするぐらい、やっぱりバルサ特有の、まあ、浮力であったりキビキビ感であったり、あとはやっぱり自然のもの、なんかわかんないですけど僕的にはこう一体になる感じ、なんか魚を騙しやすい自然のものだからみたいな感じで、まあ、このタクトは本当に、まあ、ぶっちゃけて言うと普段釣れないような箇所を、まあ、フローターで移動しているので流していこうと思って、けど流していく中で釣れる可能性が高いというか信頼のおけるルアーってなんかなと思った時に、なんかこう雰囲気的にタクトだったので、まあ釣れ今まで釣ったことない場所、釣った実績のあるところは要所要所、まあ自分の好きなルアーにチェンジしてとかってするんですけど、まあ信頼のおけるルアーにチェンジしてするんですけど、今日はその流そうとした時にまあタクトできたので、やっぱさすがだなと、魚を呼んでくれるルアーだなというところで、今日はちょっと長いかな。であとね、このレジットデザインの 100% ピュアグラスロッド WSCGL ん?G62L ですね。この 100% グラスロッドはフローターにはかなり重宝する竿です。この 6.2 フィートっていうのが取り回しが引きやすくて、まあ、ちっちゃい小型なミノーとかクランクとかこういう軽めのシャッドじゃないわ、ジャークベイトとか、まあまあ本当にフローター行くときいつも5本持っていくんですけど、そのうちの1本はもうレギュラーメンバーですね。絶対入ってくる1本ですね。で今日はカルカットコンクエストの101番の 5.2 対1のギャヒで、ゆっくりただ巻きで釣れました。で釣れたところは岸から離れていてある程度レンジを潜った場所で釣れました。ただ巻きで全然釣れちゃうの でスローに巻くとこうなんていうんですかね、浮力と相まってかなんかこう浮きながらロールするような感じというか、独特っていうか、まあそういう動きをするルアーなので全部手作りなんでね、なかなか入手は難しいですけど、もしよかったら使ってみてください。これからの季節とかめちゃくちゃ、釣れます、釣れますというか釣れた実績多数です。以上です。
どうですかね。ちょっと長いかな話。まあちょっとまたもう少しこういう話をしてほしいとか、もっとこういうことを、あ、ちなみにラインは12ポンドです。12ポンドフロロです。また何かありましたらこちらまでよろしくお願いします。チャオ。本日もご視聴ありがとうございました。半分はもう喋ってばっかりでした。ハードベイトが好きなので、またチャンネル登録よろしくお願いいたします。